それではちょっと女子55キロ級優勝、南條選手のインタビューを始めたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちからお願いします。時間はまだ分からないんですけど嬉しいです。勝因は何だったと 思われますか。自分は技とかはそんなにうまくないんですけど、勝ちたいっていう強い気持ちを最後まで持ち続けることを意識しました。まあ、決勝の相手は、ゴールデングランプリの優勝とかですね、最近急成長している選手なんですけども、はい、そういったことをなんか考えましたでしょうか、試合前は。相手は意識することなく、もう自分の勝つためにやれないといけないことをやりきろうと思いました。今年は、かなり急成長していると思いますけども、1年間振り返ってみていかがでしょうか。つい最近までもずっと吉村コーチから怒られてて、悔しい思いをしているくせに自分の努力が足りてなくてたくさん怒られて、でもこの2週間ぐらいで変わることができたので、それは良かったと思います。アカデミーの須崎選手の勢いがすごいんですけれども、まあ、それに刺激されたとかそういったことはいかがでしょうか。同級生として比べられることも多分あると思うんですけど、やっぱり須崎選手の方がたくさん練習してるし、自分は全然なんですけど、まあ、今回の優勝でちょっとは追いつくことができたかなと思います。来年の抱負をお願いいたします。来年はしっかり体を作って力をつけて58キロ級でも戦えるようにしたいです。4年後への思いをお願いします。東京オリンピックで絶対優勝したいです。他にございますでしょうか。すいません、試合で相手を意識せずに勝つためにやりきることをやらないことをやりきるというふうにおっしゃってましたけども、はい、それは具体的にはどういうことをやろうと意識していたんでしょうか。自分の強みは技とかじゃなくて気持ちっていうか、強い気持ちで戦いきれれば自分は自分の良さを生かすことができるので、もう勝ちたいっていう気持ちを最後まで持って戦いきることです。よろしいですか。今年はまあリオオリンピックがありましたけども、はい、実際リオオリンピックどのようになってご覧になられましたか。自分は実家でテレビで応援していました。でも現地に行かせていただいている選手もたくさんいて、その中で自分は行けなくて悔しさもありました。実際試合見てどのような金メダルを取りましたか。どのような逆転、最後の土壇場での逆転劇がたくさんあって、皆さんも最後まで攻め続ける気持ちがあってすごい迫力があったので、自分も今回絶対に最後まで諦めないで強い気持ちで戦わないといけないなと思いました。先ほど58キロ級というお話もありましたけども、その58キロ級にはその伊調選手だったり、まあ、川井選手も戻ったりということもありますけども、はい、その、まあ、今後に向けてその58キロ級ってどのように捉えてますか。もう今のままでは全然歯が立たないと思うんですけど、まず体作りから始めて、気持ちの部分も技の部分も体力も4年後までに追いつけるようにしたいと思います。17歳での全日本優勝というのはなかなか数は若手の選手で優勝する選手っていうのは数少ないと思うんですけど、10代で優勝してそれからこう世界に羽ばたいていって世界女王になるという選手もいらっしゃいます。目標にしている選手とかこんな風になってみたい選手っていうのはどんな選手ですか。人ですか。川井梨紗子選手みたいになりたいです。階級を63キロ級に上げられてのリオの挑戦だったと思うんですけど、
もうすごい努力をされたと思うので、あと川井選手の組手とか、あとその組手の手さばきとかのビデオ、試合のビデオとかもたくさん見て、こんな組手上手くなれたらいいなとかの憧れはあります。その川井選手も58キロ級ということで、先ほども質問ありましたけれども、はい、その58キロ級でご自身がその目標としている金メダル、オリンピックの金メダルを取るためには、やはりいずれは戦わなければいけませんけれども、そのあたりの気持ちというのはどうなんですか。はい、今は本当にまだまだ全然歯が立たないんですけど、虎視眈々と狙って4年後までに絶対に追いつけるように、これからここで満足せずにもっともっと頑張ろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。